ジェフリー・アレン・アメンは、アメリカ合衆国のミュージシャン、ソングライター、ロックバンド、パール・ジャムのベーシストとして最もよく知られる。それ以前にもグリーン・リバーやマザー・ラブ・ボーオンで活動しており、他にも様々なバンドで旺盛に活動を行っている。モンタナ州の小都市ハバーにて5人兄弟の長男として生まれる。アメンは、実家は、とても貧しく、 厳格なカトリックの家庭だったと語っており、一家はビッグ、サンディという人口700人に満たない小さな町で育った。10代の頃からラモーンズ、ザ・クラッシュ、ポリスのレコードに合わせてベースギターを弾き始める。高校時代には音楽の他にバスケットボール、サッカー、陸上競技など様々なスポーツに取り組んだ。高校卒業後にモンタナ大学に進学するも中退し、 1983年に自身のバンドであるディランジドディクションと共にシアトルへ引っ越す。アメンはバンド活動の傍らカフェで働いた。アメンはシアトルで活動していたミュージシャンであるマーク・アームやスティーブ・ターナーらと親しくなり、1984年にアームらが結成したグリーンリバーに加入する。バンドには後にパールジャムのバンドメイトとなるストーン・ゴッサードも参加した。 バンドは、翌1985年5月に、ホームステッドレコードより、EP、カモンダウンでデビューを果たす。ターナーは、メンバー間の音楽的思考の違いにより脱退し、ディランジェド・ディクションの、バンドメイトだったブルース・フェアウェザーが新しく加入した。1987年7月には、サブポップからの初リリースとなる EP、ドライアズ・エイボーンをリリースした。 1988年6月に唯一のフルアルバムリハブドールをリリースするがインディーズ志向のアームとメジャー志向のアメンおよびゴッサードの対立により解散。グリーンリバー解散後にアメンは新バンドマザーラブボーンに参加した。グリーンリバーのバンドメイトであるフェアウェザーとゴッサードも加入した。フロントマンはマルファンクションのボーカリストであるアンドリュー・ウッドがドラマーは スキンヤードのグレッグ・ギルモアが務めた。結成からすぐに、バンドはレコーディングとライブを開始し、1989年、初めにポリグラムと契約する。バンドは3月に EP、社員でデビューを果たす。ファーストアルバムを1990年3月にリリース予定だったが、3月にウッドがヘロインのオーバードースにより死去する。バンドはそのまま解散し、 ウッドの死後4ヶ月後に唯一のアルバム、アップルがリリースされた。ウッドの死後、アメンは、ウォーベイビーズというヘビーメタルバンドに参加し、ゴッサードとは別に活動していたが、マザーラブ、ボーン解散後の同年に、ゴッサードと子供の頃からの幼馴染であり後のパールジャムのリードギタリストとなるマイクマクレディを誘い、テンプルオブザ・ドッグを結成。このバンドは、 アンドリュー・ウッドを追悼するために結成され、同バンドには、グリーンリバー時代からのバンドメイトである、ジェフ・アメン、ウッドのルームメイトであった、サウンドガーデンのクリス・コーネルが加入。その後、パール・ジャムのドラマーとなるマット・キャメロンも加入し、バンドはコーネルが、ウッドの生前に書いた楽曲やゴッサードとアメンが、以前に作成したデモ曲のリハーサルを開始する。またオーディションにより、 パールジャムのフロントマンとなるエリ・ベダーも、コーネルとのデュエットや、バックコーラス等で参加した。1991年4月に、唯一のアルバム、テンプル・オブ・ザ・ドッグを A&M レコードよりリリースした。テンプル・オブ・ザ・ドッグ活動停止後パールジャムは1990年に、アメン、ゴッサード、マクレディで結成され、後にテンプル・オブ・ザ・ドッグに参加したボーカリストのベダーも、加入。 バンドは1991年にエピックレコードと契約し、デビューアルバム10をリリースした。1990年代初頭のグランジシーンにおいて高い評価を獲得し、現在も活動を行っている。1994年にスリーフィッシュを結成し、1996年にセルフタイトルアルバムでデビュー。1999年にセカンドアルバム、 ザ・クワイエット・テーブルをリリースし、同年に解散した。2008年には、アルバム、トーンで、ソロデビューを果たした。2011年に、新バンドトレス MTS の結成を、パールジャムの公式サイト上で報告し、3月に、アルバム、スリーマウンテンズをリリースした。2012年にはまた別の新バンド RNDAM を、結成した。ありがとうございます。